秋山翔吾、レッツ、本塁打0本、これ結構衝撃的だよな。ここまで通用しないんかと。しかもレッツの本拠地は、クアーズ並みの強打校、球場でホームランが出やすい。でも守備は通用したんだよな。メジャー行く前の日本の成績は ?3 年連続3割20本。日本戻ってきたら、スペランカーの2000本契約おじさん。渡米前は5年連続全試合出場の鉄人やったのにな、スペになるとは思わにゃん。今年も最初はさすがやなと思ってたのに、シーズン成績普通にしょぼくて悲しい。渡米前ほど無双してるわけちゃうけど、守備もええし打点でこれなら十分すぎるな。前半戦は全盛期秋山やったのに、後半戦全然あかんかったな。